イゴール・オルシャンスキーは、ウクライナのドニプロペトローシク出身のアメリカンフットボール選手。2004年から NFL のサンディエゴ・チャージャーズ、ダラスカウ・ボーイズでプレーした。ポジションはディフェンシブ・エンド。7歳の時にアメリカ合衆国へ移住し、サンフランシスコで育った。オレゴン大学の3年時には、パシフィックテン・カンファレンスのセカンドチームに選ばれた。 また在学中にベンチプレスで505ポンドの大学記録を作った。3年次で大学を離れ NFL ドラフトにアーリーエントリーした。2004年のドラフト二巡でサンディエゴチャージャーズに指名されて入団、同年8月に6年契約を結んだ。2006年11月19日のデンバーブロンコス戦でブロンコス QB のジェイク・プラマーがスパイクしたプレーで、 相手センターのトム・ネイレンに悪質なカットブロックを受けた直後、パンチを見舞い退場となり1万ドルの罰金を課された。なおこの時、ネイレンが行ったプレーに対して NFL は2日後2万5000ドルの罰金を課した。2009年3月6日、ダラスカウボーイズと4年1800万ドルの契約を結んだ。2010年シーズン途中にチャージャーズ時代にも指導を受けた。 ウェイド・フィリップスヘッドコーチが解任され、ロブライアンが新たにディフェンスコーディネーターに就任し、クリーブランド・ブラウンズからケニオン・コールマンが加入したこともあり、チームから解雇された。2011年9月20日にマイアミ・ドルフィンズと契約を結んだ。11月30日、ドルフィンズから解雇された。オルシャンスキーはユダヤ人であり、二つのダビデの星を含む多くのタトゥーを、 入れている。ありがとうございます。